茨城インフォメーション。今週は6月1日に三街道市にオープンしたプリンス&スカイラインミュージアムレッドパークにナックルが行っていますんで、早速呼んでみたいと思います。ナックル。はい、私は今三街道市にあります6月1日にオープンしたばかりのプリンス&スカイラインミュージアムレッドパークに来ています。こちらには歴代のスカイラインがたくさんあるということなので、お父さん方にはとても懐かしいものもあるんではないでしょうか。早速行ってみたいと思います。見てください、こちらは1957年に作られました初代のスカイラインです。当時の東京の店頭価格はなんと120万円だったそうです。豪華ですよね。この頃国内の道路整備が急速に進み、乗用車はますます高速走行の安定性を求められていました。こちらが3代目のスカイラインです。通称ハコスカと呼ばれていた形なんですよ。こちらが8代目スカイライン GTR です。ジャパン鉄仮面ケンメリも私は知りませんが、こちらの GTR には見覚えがあります。はい、1階をご覧いただきました。こちらでは貴重な車やレーシングカー、そして歴代のスカイラインをご覧いただくことができます。私が生まれる前のスカイラインも見られたのでとても感動しております。はい、2階にやってまいりました。2階ではたくさんのミニカーが展示してあります。ミニチュアカー博物館、そしてスカイライン生誕の地であります村山工場の貴重な資料があるメモリアルコーナー、ここでしか買えないオリジナルグッズなどの販売も行っております。また喫茶サロンも用意されておりますので、スカイラインの話で盛り上がってはいかがでしょうか。はい、この他にも3階にはイベント会場があります。イベントの日程や開演時間などはプリンス&スカイラインミュージアムレッドパークのホームページをご覧ください。なおこちらのページからもリンクしてありますので、よろしくお願いします。それではスタジオにお返しします。スカイラインってとってもかっこいい車ですよね。皆さんもぜひ行ってみてください。プリンス&スカイラインミュージアムレッドパークのお問い合わせ、イベント情報などはリンクしてありますホームページでご覧ください。次に茨城県からのお知らせです。茨城県庁では県庁舎展望ロビーからの水戸黄門祭り花火大会観覧車を募集しております。日時は8月3日金曜日夜7時半から9時までです。応募締め切りは7月13日の金曜日、当日消印有効となっております。公開抽選会は7月18日水曜日に11時から展望ロビーで行われます。募集人員は前半後半に分かれ350名ずつ合計700名になっております。応募方法はハガキに郵便番号、住所、氏名、電話番号、最大4人までの入場希望人数を記入の上、県管財課花火係までお送りください。詳しくは茨城県ホームページ県政ニュースをご覧ください。